喋り始める MC ボーズ。え、僕マイクバカ？バカって言うな。バカって違うよ、意味の誤解。ただのバカじゃ僕ちと心外念行。序列に下克上というのもほらよく言うでしょう。歳月人を待たず役立たずのようでも3年は確実に経つ。633で12年僕らもラップでも3年弱っすよ。ボイグザンボ例えばって意味ですよ。目安で言うと高3だった進歩も大学1年生ってこと、yeah. 3年間の僕の収穫とは初めちょろちょろ中パッパ。もガイズも持たずに海にいきなり放り出されたりしてみ。いくら僕がハッカのんきだねっても白髪の量も増えるだろう。しょっちゅう帽子をかぶっているのもそのせいさ。こんな風に言っときゃ少しは格好もつくかな。ハッカここで津波でも起きたらどうしようなんて思っちゃうほど退屈だってこと。大あくび背筋を伸ばし現在位置再確認。ベンベン飛ばしてウハファッションと思ったっしょ。持ち頭よ嘘ヘラヘラしてたらこのありさまサボサーっとしてんだからお互い様か。たっぷり休養とってすっかり頭も全面でどう君最近。え、まだ係長ショック捕まされてしまった。これクソゲーでも持ってるソフトはこれしかね。チラチラ横目にはリセットボタン。そうかそれもまた利口なアンパー。それでもふんゲーマー参った。そうかそれを忘れてたというなりボクチンネコロジー。ちなみに起きたの午後3時すぐに近くの茶店にぶらりブランチ。帰るなりおやっさん口アングリー。こちら僕が裸でご来店でした。ここで分かれる2タイプ。逃げるタイプ全然気づかないタイプ。もち僕ら前者なわけ。しかしながら後者は後者で幸せ。待てよそういえば承知で鼻から後者のふりしてる人もいるかな。こんな個性じゃそれもまた有効果敢と期待とめくさむの。会社欲しいならダメだこんな曲っていらねえや。そんなの全く負け惜しみじゃない。いや負けてんだ。ローンの中古で十分だ。ふざけんな。車がなんだ。勉強がなんだ。学校がなんだ。女がなんだ。社会がなんだ。これでティーンのハートもがっちりだ。